どうも、ひなたえこです。今回の MJ のシーズン1が終了しまして、ビンゴラインの達成項目が全て確定したので発表したいと思います。するしない、まずはもう見せちゃいたいと思います。こんな感じです。じゃん。ということで、もうね、表見てもらえればわかると思うんですけど、1、2ラインでボールペンで、3の倍数がちょっといろいろあって、4、5がワッペン、7、8がタオル、10、11が T シャツで、3の数字の倍数なんですけど、こちらがスペシャルプレゼント一式セットですね。全部まとめてドンってあげるボーナス数字になってて、でこれはどんどんやればこう複合していくっていうシステムですね。だから1位やって2位やったらボールペンが結局5本のままとかじゃなくて10本になって、でボールペンとかもあった中で今度ワッペンも増えてってだったり、いろんな方にこうプレゼントが渡るようなシステムになっております。さあ、そして9、ラインが9のとこですね。これがスペシャル対局。これは私がカードを引いて当たれば皆さんと対局ができるというチャンスになってます。なのでなるべくいっぱいラインを作った方が、その分皆さんにチャンスが、私にもチャンスがといったようになってるんですね。こんな感じです。で、今回のビンゴのラインがこちら、ここですね。こんなに空いて残り2だけだったので、全部で10ライン達成しました。正直これはできすぎだと思います。もうね、二度とこんな結果はないかもしれない。それくらいいっぱい空きました。で、10ということなので、もうこの表を見て T シャツの2枚まではゲットしてるんです、私。だから皆さんに、あとはスペシャル対局とプレゼント一式セットがいくかどうか、それとも私に何かこう個人的なプレゼントがもらえるかどうかっていう、今瀬戸際で、それも今日ここで決めたいと思います。そして私に、個人に、当たるものというかもらえるものなんですが、すごく何がいいですかって聞かれてリアルに答えました。 iTunes カードください。しかも5000円ということで、私はほぼお金をいただくことになっております。で、これが当たるか、それとも皆さんにプレゼント一式がいくか、それとも対局がいくか、もう iTunes か対局かみたいなのを今決めるんですけど、本心で言いますと対局もしたいんですけど、ぜひ iTunes もいただきたい、そのような個人的な感想でございます。さあ、そしてね、ボールペンが完成しまして、こちらです。じゃじゃーん。これにね、なんと私が中のこの可愛らしい私のイラストのところに直筆でサインを入れさせていただきました。なので本当にこう同じものがないような感じになっちゃいましたね、一個ずつが。私のサインはひらがななので楽ちん。はい、こんな感じに見える。ぜひゲットしたら皆さん、いろんな場所で使っていただいて広めていただければと思っています。では早速3の倍数のところですね。くじで決めたいんですけど、そのくじをご紹介したいと思います。じゃじゃーん。最高ウィークエンドランプ、これはね、私の所属してる最高線っていう団体が出してる、過去に出したトランプなんですけど、数字のところとか別で、もう一人ずつこう人が入ってるんですね。こうやってイラストが、いろんな人がいるんですけど、今回はたくさん人がいる中で4枚使用したいと思ってます。1人目、この私っぽくない私、日向愛子のトランプ。あと3人なんですけど、これです。じゃん、超豪華じゃない。新津代表、金子正輝プロ、土田幸翔プロっていう、このジョーカーなんですけど、この3人と私のカードを使ってスタッフの方にこう混ぜてもらって、持っていただいて私には見えないようにしてもらって、その中から1枚引くんですけど、私が出たら、私が私を出したら、ひなたがひなたを出したら、これはカードです。 iTunes カード5000円、
私ゲット。もしこっちのジョーカー3人どれか私が引けば、皆さんと対局したり、皆さんにグッズが行くといったシステムになっております。じゃあまずは3ライントランプ勝負したいんですけど、これは4分の1で私、4分の3で皆さんにプレゼント一式という割合になってます。いいですか？では LINE さんのプレゼント一式か、日向の5000円かけて目閉じた目閉じた、これです、いきます。ツッチーこんにちは。ということで、土田さんが出たので、プレゼント一式が1名様、お一人様ですね、にプレゼント一式がいきます。おめでとうございます。で、次が 6ラインのプレゼント一式をかけたくて、これは3分の1なので、この中の1枚だろう。何その顔。これはこれにします。じゃん。なんでもう新津代表こんにちは。え、こんなにこんなに引けんかね。というわけで、6ラインのもプレゼント一式がお二人様ですね、はい、2名様にプレゼントということで、今度は9ライン目のとこなので2分1ですね。対局が行くか、日向に iTunes カード5000円か。いやー、いやー、これね、本当に何が欲しいかって聞かれて、いやお金ですねみたいな感じになってカードになったんですけど、いや、ちょっと待って、こっち、え、こっち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 にしようかな。いきます。じゃん。なんでもう。ということで、全部くじが終わった。全部引いちゃった。入ってた。今ひなと入ってました。ということで、プレゼント一式が合計3名様、スペシャル対局が3名様ということで、スペシャル対局ありがとうございます。いや、スペシャル対局が出るようにすごく願っていたので、すごく嬉しい結果になりました。みんなと麻雀打てるのを日向愛子楽しみにしております。どしどしご応募ください。うん、はい、というわけで。